聖書をお読みいたしま世武器第14章7節から9節です。皇后訳旧約聖書の713ページです。今日はこの聖書の箇所から「人生には希望がある」と題して田中信夫牧師に説教をしていただきます。では聖書をお読みいたします。「木には望みがある」たとえ切られてもまた芽を出しその若枝は耐えることがない。 たといその根が地の中に覆いその幹が土の中に枯れてもなお水の潤いに合えば目を吹き若木のように枝を出す天皇・父なる神様神の家族として私たちはさまざまな状況下にありますが時には世界のクリスチャンをも共にお招きし礼拝を捧げることのできる深い恵みを感謝します。 お一人一人皆状況を異なり今日本各地でまた世界の私たちの仲間とご一緒に礼拝を守りやがてこのメッセージは YouTube で大勢の人々にもお貸ちできることを心から感謝しますどうぞこの時でなければならない祝福を持ってあなたがお供えくださったことに深く感謝し主イエス・キリストの皆によって祈りますアーメンおはようございます またこんばんばは私たちねこの講演お話をする人たちがよく使うねこの令和というかねその例えがあるんです。特にこのコミュニケーションねそれはあなたが子どもさんであろうと親戚であろうと初めてお会いになる人であろうとこのコミュニケーションの鉄則があります。それでずっと長い間使われてきたよく使われる この例えはねあなたがどんなにイチゴが好きでもああイチゴが最高ってイチゴで魚は釣れませんよ。いやだからみみずっつってもねいや相手をよくして相手の好むものをっていうことでイチゴでは魚は釣れないっていうことを多くのそういうこの例えにね非常にポピュラーな例えなんですがこれがどっこい やっぱりこの情報がどん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 進展し、ね、こう、うん、状況が、ニュースが、ね、新しいものを発見されていく。何を言いたいかというと、いいですかこの山口大学の水産学部というね、この海を専門とする学びの方々が、なんと、海の生き物が、ね、これら果物をね、 イチゴを食べるってうまずね今言いましたようにこのさまざまなねこの果物をこのガーゼに染みさせたりしてねずっと克明な研究をしたそうですそしたらね土壌がねイチゴを食べんだってえそのうちねその界隈のイチゴ園に土壌の収益がね なんていうことにいやそんなことありえないことがありえる時代ですよそしてねブリ東京湾でも今話題になってますね、えー、ブリがですねこの海苔を食べたりアワビをねあ,あのキルイのなんだっけほらビワビワビワをね食べるんだってよでお父のこのサクランボはアワビがサクランボを食べる ね、好むというね、何を言いたい。皆さんも今までこれが常識と思っていた、まあ仕方ないこんなもんだろう、とんでもない。神様の摂理の中にあって、刻々とね、あなたがもう諦めていたような人生が、そこから祝福の始まりだと、そういうメッセージを、私たちは、え、御子と聖書を通して、そしてね、賛美を通して、 今日は体験談がありましたけど体験談を通してねこういつも新鮮に何かこう長い間生きてくるとなんとなくこんなもんだろうとんでもない新しい発見をですから皆さんはいつも生き生きしてらっしゃるその生き生き人生の今日もメッセージだと思うことは今日の聖書の箇所は呼ぶ気という旧学聖書で最も難しいと言われたりすごい文学だと言われたり 様々なね、この「夜ぶき」に対してはこの「何でこんなね素晴らしいね信仰心が厚く善人なのにもう降り注ぐような試練困難が立て続けに起きるのかこれがテーマですね。であんまりつらいので「夜吹きしない」というそういう人もですね出てくるほど、まあ、今日ここで笑わないとあと笑うとこないという余計なことでしたね。 この呼ぶ木の中で、なかなかこの、なぜというそういうね、深淵な課題の中で出てくる、この聖書の今日の言葉ですが、この聖書のこの言葉自体の中にも、様々な諸説がありまして、これをどういうふうに受け止めるか、様々な聖書の学者がいらっしゃいますが、もう一回読んでみるよ。木には望みがある。たとえ切られてもまた芽を出し、 その若枝は耐えることがない。たとえその根が地の中に老い、その幹が土の中に枯れても、なお、水の潤いに合えば、芽 <coughs> を吹き、若木のように芽を出す。さあ、こちらをご覧ください。皆さん、この美しい詩を読んでどんなことをお感じになりますかたとえ切られても、 たとえ切られても皆さんの先週の中であるいは人生の中でこの様々な状況下でまさに切られるようなご体験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんがこのハロルド・ジェニーンという最近読んだね非常に感動のね熱い本ですけれど私もね繰り返し読むっていうのは珍しいんですけど 繰り返し読んだねハロドジェニーンという人まあその世界でご存知の方たくさんいらっしゃいますけどこの人はですねアメリカの企業コングリッド・マリットっていいますねどん,どん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 ずーっとねいろいろなものもう膨大なねもう世界最高そして毎年毎年毎年ねこう増益増収で1 4年まあこのビジネス界においてはね およそ神様のように思われている人,なんですその,人の本。でその人の本はね非常に面白いのはビジネスどうしたらビジネス成功学校に行っても何の役にも立たないよこういうふうに言ってご自分のね神様から直接聞く体験したね非常にこうね感動のお話でみしみしている。ユニクロご存知ですね。 山口県の小さなこのお父さんから継いだ1号店が今やねもう世界中にねユニクロがその柳井さんっていうんですけどこれをね始められたお父さん後を継いだ柳井さんがもうとにかくねこのこれはねこの経済お仕事するバイブルだとそう表現してそしてこの人は柳井さんはユニクロのために このジェニーさんの教えというかで何を言いたいこの何をねこのジェニーさんの中から生き方考え方ビジネスということでなくてもねでも心に残ったのはこの切られるどういうことかというとまあすごいね、まあ、膨大な世界のねさまざまな会社のてっぺんに立っているわけです。 そしていろんな業種のね、その責任者を参加に置きながらね。それでいろんなご苦労の中で、お金の苦労はね、あれはこう様々な、そういうことでない苦労の一つは、はあ、なるほど。非常に有能なんだけれど、すごく仕事をする。すごいんだけれど、残念なことにアルコール依存症。 このアルコール依存症、うん、これは大変な、これ、まあ病気なわけですけど、ひとたびこの世界に入ると、その脱出が非常に難しい。かたや、ものすごく有能で、その彼のね、こう、中枢をなすね、もうこの人いないと困るというような仕事をしているんだけれど、このお酒で、ことによってね、 まあこういうことのお話でねそれで何を言いたいやっぱりこう優秀ですしそしてさまざまなとこ行ってもねまあその強くなるだろう大丈夫だろうそして本人も大丈夫です、まあ、その、うん、アルコール依存症に限らず私疫の問題は病識がないっていうことで、ね、い 皆さんそうでしょう病識持ってるじゃない私は我の強い女,でい女男,男ですみたいよね病識ねそういうのないいのそれでこの何がもどがだったかっていうと非常にねこうドラマチックなねそしてすごいこのやり取りで美しいビジネスの世界でたった一つこの大将のジェニーさんがこう 右腕左腕というようなその人に対してねどうするかある時バサッと切るんですね <laughs> ええー、そしてまあねもう職を失うわけだええー、そしてどうなるかでもね実に見事にいやー切ってもらってよかったおーどこも行くところはない 私はねいつか誰かと思いながらよくぞやってくれたって言ってね見事なね「水に出会えば」とあるようにこう変革をそしてさらにね前以上に素晴らしくなるこういう物語でこの具体的なこの背景ストーリーをコント語れれば非常に興味深いんですがでもただ一つ切られる。 人生には誰でもあるよそれはさまざまな状況の中で経済健康人間関係と言わずなぜ私がというようなことがあるけれどねそれは神様から祝福から切られたのではなく切られたことは神様の祝福の始まりだっていうのが今日の聖書の言葉です。切られるうん。 具体的にに二重の苦しみがここに書いてますね。どういうことかというと「その根が地の中に老いその幹が土の中に枯れる」。わかる ?2 つねほら見えるものがね見えるものが見えなくなるそしたら見えるものそれは親であったり人であったり貯金であったり。 でもそれらがなくなっても何かこう担保された根っこね最後の根っこそれをもうなくなる二重の苦しみですね一つでも大変なのに見えるものがあるから何とかと思ったけど見えなくな,くないものがなくなってでも担保されているあの遺言というか根っこすらもおかしくなって どうしていいかわからない。皆さんもどうですかこの切られるっていうか試練困難っていうのはなぜか続くことがありますね。健康、つまり経済、プラス家族というふうにね、皆さんもそういうご経験をお持ちになり、まずそういう人のへの友となってあなたはそ,れその方を引き上げる。 そういうお仕事をしていらっしゃる方がたくさんいらっしゃるわけですけれども例えばこの有名なヘレン・ケラーのようにね目が見えないというねそれだけでもどんなにかご不自由だろうなと思うそれだけならいいんだけど聞くこともできないそれも大変だけど話すこともできないまあ三重苦皆さんなぜ 神が存在するならば何故その祝福から切られたかのような経験を私があえてしなければならないのかあなたばかりじゃなくてあなたの友達がねあなたが人生の先輩としてあるいはおじいちゃんおばあちゃんで孫へあるいは教師として生徒にカウンセラーとしてクライアントに さまざま終わりだろうと思いますが。しかしね、ひとたび蹴られても水に出会うと、目を出し、可能性がそこから始まりますよ。こういうことですね。このディボーション、一番いいのは、雪見先生たちがチームの作るね、工場協会のディボーションガイドだと人々がおっしゃいますが、その通りです。 でもそれ以外にもたくさんのディボーションのこの資料を皆さんがお使いで朝に昼に晩にこの水の潤いをね自分のものにしていらっしゃるわけですがこの今日のディボーションガイドの一つにですねこれはメキシコのアリアナさんの綴った証です彼は人生の若い一番大切な素晴らしい時その時に健康状態が悪化し 私は人生の最盛期を迎えているのになぜ祝福から蹴られるようなそういう状況に遭うのかと悩んで何人かの医師の診察を受けたり治療費を払ったりしているうちに私の貯金は、ね、貯金通帳からも残高が蹴られてつまりゼロになるそういう状況の中である日こう書いています通勤のバスの窓から外を見ると沿道の 草が乾いて茶色になっているのが目に入りました。容赦ない日の光と暑さで枯れてしまったのです。私もそれと同じように感じました。まさに自分の直面している逆境そのもの。本当にこう失意の存んどご承知のイスラエルもメキシコもですね、この日本のようにこう4つの季節でなく、雨季と寒季。 遠出から非常に分かりやすいっていうことを前にもお話したことありますが、同じバスに乗って数ヶ月後、あの砂漠のようなね、でも雨の後に、実に見事な緑と、ね、花々が同じ箇所だったかと思うような、ああ、水の潤いに合えばという、この、呼ぶ木の記者のように、あなたのもうダメだと思う状況の中で、 水の潤いがあなたの人生を一変しますよ。皆さん、そういうご経験をあなたがなさり、そのようなご経験をどなたかに伝えるわけだ。この間、いやわざわざね、工場協会のカウンセラーの先生に、私の人生書いてもらいました。どうしてもお礼を言いたい。こういう方がおられましたどうしたんですかその工場協会のその方は、自分の息子さん、 大変だった状況をお二人もねお二人までも全くねこの切られた人生からね水の潤いにあって人生が変えられたということを人からも聞き読み物私もそのね祝福に預かりたいどうかうちの息子のためにねどうか私をねカウンセリングしてくださいと頼まれたとそしたら分かりました。 えー、まずね私があなたにお役に立つかどうか知りたいのでまずお話ししてください」って言ったらね「本当に息子は困ったんです私ももう年ですし、ね、生きている間に何とかしなければならないと、何とかしたいというのが私の主題です」こう言ったらねそのカウンセラーの先生があっ申し訳ございませんそのようなケースは 私お役に立たないんです「えっどういうことですか?」いや私もそうだったんですけどつまり今息子はねダメなんですダメだからよくしたいそのためにそういうふうにできるようにご指導いただきたいっていうケースは何の私もお役に立てないんですよ何のことかさっぱり分からなかったその時ねそれでそれはどういうことですかと聞いた。 そしたら、いや、私も実はそうだったんですけれど、今、この息子の状況はダメだから、よくする。よく聞くように、マイナスからプラス。というね、ブレーキをギュッと踏んだまま、なんとかっていうようにアクセルをガーッてやっても、そこは煙が立って、火事は起きるけれど、何にもならないんですよ。と、丁寧に、 ご自分も通った道ですからその通りにお話ししたらしいそしたらねいろんなところに行ったけれど何か今まで聞いたことのないような解説ですねつまり「ああ大丈夫」「丸。だからさらに大丈夫「ダメ」「×」だからよくする最初から「ダメ」をよくする「ダメ」をよくするだと ダメからねこう外れダメの延長上にはダメしか生まれないあそういうことですかでもそのためにでも何とか息子をしたいんです何とか。いや私もねあなたと同じ道を通ったんですけれどまずはね今あるところを感謝。 水の潤い、水とは何か感謝。えああでもない、こうでもない、ああなったらこうなったらと私も周りも言うけれど、とにかく感謝。そう言われてみればって言ったそうです。あるところに行きましたらそれは簡単です。息子さんが変わっていくのはあなたが感謝の音をつけなさい、3か月つけた。何の効き目もありませんでした。でも そういういことだったんですかねつまり「大丈夫」だから「大丈夫」とにかく「行き先はダメという行き先を決めながらは「行き先はいつもダメしか行かない」と「でも大丈夫」という行き先そうすると私は息子に向き合う前に「私がまず整うことですかね」「その通りですよ」。そししてもし それが一昨日になったら。きっと私お手伝いができると思います。二年かかったそうです。毎日水の潤い。感謝します。でもこれがなぜ感謝できるか。ね。うもう、ももこもも,こももこももこももこしながらね。でも感謝します。水の潤い。命の言葉。大丈夫。繰り返し繰り返し。そして。 大丈夫だ息子の行き先がどういうふうになろうと私の思う通りにと思っていた人生に別れを告げて水の潤いすなわち、ね、濁った水ではきれいになることできないけど神様がいただく水の潤いによってそしてね半年カウンセリング受けたそうです。先生信じられますかということですか 息子が仕事をしてるばかりかりねこの度結婚することになったんです。えー奥さん生きがいがなくなってかわいそうですねなんておらそういうの好きなんです私。でもドキッとしましたけどなんだか先生の言葉真実みたいだから悩んでる息子を見ることが生きたいだから戻ってもう一回。 悩まないかしらみたいな確かにそういうとこ泣くもありませんってあのね今朝もいたんですけどねある方がねもう悩みがなくなってねもう本当に自由になったんだってそれ先生もうもう半分病気戻してなんで病気の時の方がいい文章を書けるのよってねそういうとんでもない人もいんだよちょっとこう戻すねいやこれもねあの小説をお書きになる方もいるので何か参考になんそんなことにならないんだけども 皆さん、蹴られても、水の潤いに合うときに、どうなるこう書いています。二重の苦しみと言いましたけど、いいですか水の潤いに合えば、目を拭き、若木のように枝を出す。目を拭き、若木のように枝を出す。つまり、奇跡が起きるということです。え自分の思いをはるかに超えた、 こうなったらなんていう思いをはるかにしのいだ世界が、先ほど言いましたその今日のディボーションのところをメキシコの方のところをお読みしましたけれど、その同じディボーションガイドの昨日のところでは、アメリカのルイジアナ州のアンドリューさんという人がこういうことを証書いてますね。もうすごい高価な高価なね、この先生のお師匠さんの本をね、お借りしたえ。え ところが借りた本ねどうしたことかねどこに忘れたのかねどこにしたのかね探せでも探せとねそして買って弁償なんて途方もないねお金がかかるもうどうしたもんだろうかとそんな時聖書を読んだエリシャという神の人がエリシャの元でねこの家を建てるために、ね、木を伐採する。 その時に、ね、いい斧を借りたそして、えー、慣れない手つきだったのかねバーンとやったら斧だけがバーンと飛んで水の中にターンと落ちた借りた斧なのにそう書いてあるどうしたもんだろうかそうすると神の人エリシャはねそこにね水の潤いそれを信仰と言いますけど 信仰の枝をね、その水の中に放ると、そのね、皆さん、鉄だよ。そのね、頭の斧がね、水に浮いてきたって。そんなことはあっぺか。地球に生まったな。あるでしょうかあしらじらしいな。あるのよ。あなたの人生の中に。そしてこの人は、いや、困った。ね、でも 神様はかつて水の潤いに合う。その水とは何か神の言葉、私の常識でない神様の計算、水の潤いとは何か、イエス・キリスト、水とは何か、うん、大丈夫。皆さんの翻訳があるでしょうね。そして、その本を失ったその人がひざまずいて、神様はどうか、これはね、借りたものです。どうぞ返すことができるようにと祈ってみたれば、 ある日ねその教授の前にその本が置いてあったつまり迷子が戻ったということですね別にあなたが迷子の何かを取り戻す私ってこうなりたい昔はこうだったさまであるでしょうねでもそれはさながら鉄の頭が水中に落ちたように もやそれは、どんなことを考えても、取り戻すことなんかは、できない。皆さん、大丈夫なのよ。あのね、よしこ先生と一緒にね。レストランにいた。どっか教えられない。昔はね、ご飯とたくあん、だけでもね、精一杯だったのにね。 たまにはそういうこともできるようになってね。規則な信者の方がね、奥様とお食事にっていうふうにね、言ってくれる人いないかなと。いや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  <laughs> そこに行ったらね、あら、田中先生、久しぶりってね、とてもこう気品のいいね、そのオーナーというか、おかみがおられた。私は言った。あら、おかみ、お目にかかるたびごとに美しくなるなんてすごいじゃない。 って言ったらね「先生!」ってね「もっと嬉しい」って素直に言えばいいのにって言わなかったよそこで私は高木先生に言った高木先生とはねいつもほらいじり合ういじめ合ういや余計なことですあの方とねものすごい似てんのよあのねいい加減なとことかね思いつきでことをするっていうかね論理性が乏しいっていうかねこれ行き当たりばったりものすごい似てんの。 だからねその点ね私のね天敵はね丸山先生かなブロン士明快書いたいこと以外は喋らない私は書いたことを忘れて書かないことを喋るというね高木先生と私の傾向なんだでもこういうバランスがいいね結構ねこれでもいいって人もいいんだよそうすると四年夫人に怒られますけどねだって私の好きな人はパンを置いて <laughs> 余計なことをねそれは言うなってあの方にいつも叱られるんですけども 話を戻して高木先生あなたなら何て言うつ言ったらねんあなたは女将だよそしたらね高木先生がどうしようかなって,、ね、って言うからねほらこうやっていくから、ね、やっつけるわけ僕がお将ならねこう言うよちょっと言ってみてあらーってねお目に変わるたびごとに美しくなりますねでね僕だったらそれは田中先生に会えてるからよ何ちょっと調べた ちょっとちょ,ちょっとちょっとこの高級なやっぱり言うもんはつ,ついてきにくいのかなそんなの山ほどあるで一っつったら「いえこっからですよ高木先生はないものは出ない」はあ高木先生の辞書には「ないものは出ない」と書いてあるんだ僕の辞書には「ないから出る」って書いてあるここが違うんだ「ないから出ない」はいわかりました ね、今までの人生水の潤いに合うと内から出るのですそれも知恵であったり勇気であったり、ね、継続する力であったり皆さん水の潤いに合うと目を出し目というのはね見えるか見えないようなわずかな可能性ということですよで多くの人々はそれをバカにする。でも その小さなチャンスをね10円に感謝するから喜んで50円がやってきて50円に感謝するから100円がやってきて100円に感謝するからというふうにね何かこうお金の例えというのは日本人にはあまりふさわしくないんだけれど皆さんないから出ないんじゃないんだよないから出るんです。 なぜ水の潤いに合うから。水の潤い繰り返し言っているように、それって何イエス・キリストはこう言いました。私の水を飲むものは、ね、いつももう乾かないばかりか、やがてその人の内からね、泉のように湧き出す。水って何私を作ってくださった全能の神。クリスチャンじゃない方。 私の一番大切な価値、いいですね、様々。水の潤い、それはみんなおのの。いや、私はこの賛美歌です。聖書のこの言葉です。皆さん、おのの違うでしょうね。水の潤い、いいですかあなたがこれだと思う。聖書の言葉。イエス様とのあの出会い。 祈るると聖霊様によって満たされる聖書を読むとイエス様がいつもそばにいるねあの感触いいですねみんな違う水の潤いただ問題は飲むとということ今までは見えるキリスト教分かるキリスト教感じるキリスト教で今はブームは、ね、分かる知的に、ね、理解する。 こうエビデンスすなわち繰り返しそのことがなされる繰り返しが可能そういう価値観ですねですからこう知的なものだから分かるキリスト教、まあ、それが大切な時代でもありそれ大切なんだよでもあなたが先ほど言ったようにね自分の主人 え自分の指示を何とかしたい。あの鈴木裕子さんですよ。もうアルコール依存症で大きな仕事をする中のストレスで何とも、んとかこのご主人をしよう。それの中で水の潤いに出会うわけですよ。ああ、主人の祝福は、つまりそうやってね、希望に生きる祝福は主人の前に私がいただけるんだ。 ということになり、ね、そして彼女が言うのは「あなたがそうやってね祝福されあなたがねそれから家族みんなに祝福にわだってるの何?」って言ったらね「そうだな信じたからですか違う分かったからですか違う触れたからですか違う見えたからですか違う何ができそうかな」彼女は言った。飲んだ 飲む皆さん「飲む」っていうのはね赤ちゃんが生まれる新生児というのは今その勉強してる人に聞いたんですけど生まれてから4か月を言うそうですが皆さん「飲む」それは生死を分けるんだよ。そうか私がねないものは出ないないから出るっていう世界それが機能してないのは。 そうか飲むのをやめて死んでるんだわい死んでるっていうのはそういう働きが機能してないってことですよでも鈴木さんがおっしゃった「飲む」「本当かなあうかな」と思うけれどねこう「飲む」例えば皆さん今朝もねあの家内がコーヒーを作って。 時々ですねブラックの時もあるけれどあ今日はね、えー、クリームお砂糖入れて時々とそのねムードでほら武ン先生と同じでコロコロかまた余計なことでしたそれでね出てきてねそして今日あのクリーム入ってますよって飲む時にあーブラックが良かったなーっていう時にあ大丈夫分けて飲むからできる できないよねそれが飲むってことあ取引なんかでも「いやこれ飲んでいただけますか?えっ」っ、うん、それ受け入れてくださいますかってことですよね。で飲みますっていうのはそれ受け入れるあなたの祝福の条件はどうもこの「飲む」っていうことにあるらしい。飲みたくないまあ療薬は で口に逃がしとも言うけれどこれだけは飲まないで飲まないでうまくいく方法ないだろうかうんだからこのいろいろな宿題がある経済のこと健康のこと人間関係家族のこともねでも神様がくださったなら感謝したくないできないけれど、ね、神様あなたが与えてくださったことを、ね、受け入れます。 皆さんそのように言葉で告白しねとにかくどういう成分で何だか分かるこれ飲んだら治るよって言われたらねその理由はどういうこのこの中の薬の効能ねそのによってそんなことを分かってから飲んでもいいですよそうしたらもう間に合わないでしょだから飲むのよ飲む。 これは簡単そうだけどで今日初めての方もいらっしゃるけれどもう私はクリスチャンですもう少し一般公園的からもう少し進んだクリスチャンとしてのノムを知りたいっていう方がいらっしゃいますねイエス・キリストのもとに2人の弟子がやってきたそしてイエス様天下取りましたら私をね右に。 左に、ね、一つ大臣左大臣にお願いします他の聖書の箇所ではそのね、お母さんがやってきて牛の息子を何とかね引き立てて先生のね、右と左に、ね、地位によろしくこういうふうにイエス・キリストに頼んだ聖書の箇所をクリスチャンご存知でしょうそこでイエス様は何ておっしゃったんだっけ皆さん聖書をお持ちですね 一つはまたイの二十章。これはお母さんの方です。二十節から。で、マルコの十章の三十五節からは、お弟子さんが直々に、イエス様、天下取った時には一つっていうね。その時に、イエス・キリストは、あの、そうですね、じゃマルコの十章、六十九ページの方を開けています。その時に、この、先生、 私たちがお,、ね、お頼みすることは何度も叶えてくださりをお願いします」と言ってイエス様は何欲しいのと36節と言われたすると二人の弟子は言った「栄光をお受けになるとき一人をあなたの右に一人を左に座るようにしてください」と言ったそしたらイエス・キリストは「あなた方は人生が何も分かっておらん」と言った。 何を求めているのか分かっていない。あなた方は。私が飲む杯を飲み。私が受けるバプテスマを受けることができるか。そしたら、はい、できるって言ったんですね。何にも分かってないんです。はい、こちら見て。その。一般の人たちに。ね。こうヒューマニスティックな、あのヒューマニ的なね。いいけれど、私はクリスチャンで。もっと。 命の水、飲むの真通よという方々は、ここですね。飲む。その時に、私のあなたにあげるものを飲めるか、飲めます。何も分かっとらんな。その後、やがて私の託するものは、お前は飲むことになるだろう。これはどういうことつまり、クリスチャンにとって、 なんでね私の問題じゃないのになんでこんなにこう背負わなくちゃならないのつまり苦いというか要するに十字架とてもじゃない大変なものをねあなたがあなた受け止めていくこれが愛クリスチャンですよこのことをイエス・キリストは言われたわけだイエス・キリスト自身十字架につけられる前にゲスマンの存在で祈り 願わくばこのね自分の十字架ごめん被りたいんだけどなんとかならないかと言った後にしかしもしそれが御心ならばそれを受け入れる飲むとそう書いてるでしょう。常にクリスチャンの方々にとっては「えあなたを通したあなたの人生あなたの周りそしてこの日本世界を変えられるあなたが 最初の震源地として用いられるためにはそうか私の十字架を飲む。教会のスタッフの人がね非常にこう繊細な非常に感性が豊かなあ若いレディーですけれどもよく「愛は謙遜」っていう言葉を聞くけれど最近は「愛は忍耐」というふうに感じる。 忍耐というのはそろそろろそ、ね、苦しみを引き受ける神様それがあなたの御心ならばというそれを引き受けるそれを耐えていくと削られるっていうんだね不必要なものがそして言った「削られると染みてくる」ってうんいい言葉だねなんで 命の水が私の心に染みないのかしらでもあなたが分かりました。娘、息子、いやいや時代の問題ではない、主人ではない、妻ではない、嫁でも姑でもない私ですと、つまり飲む、つまり耐えていくと、不必要なものが削り取られて、ね、直に神の恵みが希望が命が ハチンとあなたの本体に染みてくる。ですから、星野富樹さんの大好きなあなたも詩の一つ、こういう詩がありましたね。私は傷を持っている。でも、その傷のところからあなたの優しさが染みてくる。僕、okay, 読むよう。私は傷を持っている。でも、その傷のところから あなたの優しさが染みてくる一体何のために人生私たちは生きてるのかな何故何の目的まあこの元気なうちはねさっぱりわからないですねあの若くして亡くなった皆さんも恩恵を被ってるねあのスティーブ・ジョブズが最後のことは亡くなる時ですよ 彼は2011年の10月に膵臓がんで亡くなりましたね。56歳。彼は最後の言葉こう言った。私はビジ,ネスビジネスの世界で成功の頂点に君臨した。他の人の目には私の人生は典型的な成功の縮図に見えるであろう。しかし、仕事を除くと喜びの少ない人生だった。 人生の終わりにあたって、富など私が積み上げたものは何にもならない。私がずっとプライドを持っていたこと、認められてきたことや富は、今迎える死の前に色あせて何の意味もない。神様の息を感じる、死がだんだんと近づいている、今やっと分かったことがある。 人生において富を積み上げたあとは富とは関係のない他のことが自分に迫ってくる終わりの知らない富の追求は人を歪ませてしまう私のようにねしかし神は誰の心にも富によってもたらされる幻想ではなく愛を感じさせるための感覚 忍耐を備えられたって皆さんうんあっという間にねでも今日の夕方に終わりがやってきても分かりました飲むそれが唯一の秘密えあれやこれやじゃなくてそして 祝福のね水は時に苦くなんで私がでもこれがあなたの私への使命であるならば皆さんそのようなクリスチャンとしてのもうすでに生き方をしていらっしゃる人そうかそれに行こうと今日決心なさる人やがての日にねみんなおのの状況が 違うだろうと思いますけれど。もう一回この聖書を呼びき読み聞きますよ。木には望みがある。つまりあなたには望みがある。ないから出ないのになくないから出る。でしたね。はい。たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがない。たとえその根が血の中におい その幹が土の中に枯れてもなお水の潤いに合えばイエス・キリストに出会えば二言葉に生きれば感謝の生涯を生きれば目を吹き若木のように枝を出すお祈りします